はい。今日はですね、姿勢制御を治療に取り入れるにはどうすればいいのかっていう話をやっていきたいと思います。まあ、姿勢制御って人の体にはね、こういう姿勢制御をするシステムがまあ備わっているわけですけれども、これをじゃあ、リハビリの場面で、治療介入の場面で具体的にどうやって取り入れていけばいいのかっていうのの基礎的な話をさせていただきたいと思います。まあ、皆さんね、あの姿勢制御については理解されていると思うんですけど、 実際に臨床でその考えを活かして介入できているかっていうとちょっと疑問になることないですかなんかそういう時にじゃあ具体的にどういうところでにその姿勢制御の考え方を活かせばいいのかやっぱ姿勢制御ってすごく大事なにあの機能ですしこれを治療に活かすことができると 非常にこう幅が広がると言いますかその人の可能性を広げることができると思いますのでその具体例を紹介していきたいと思います。で早速なんですが、まあ、姿勢制御といえばですね、まあ、ここはこの姿勢制御の説明は今日は大雑把にさせていただきます。まあ 大きく言うと視覚が10%前提感覚が20%体制感覚が70%とまあこういった比率で普段はあの健常者はこう姿勢制御を行っているわけですね視覚からの情報10%とかまあこれはいろいろ感覚情報の比率っていうのはその時々で変わることがあると例えば真っ暗なところを歩くとこの視覚の比率はもっと下がってこっちが上がってくるとか 逆にこう地面が不安定なところであると体勢感覚情報があんま取れないからこっちの前提とか視覚の情報が上がってきたりとかまあその辺の,あの差はあれど、まあ、大体このぐらいの,あのパーセンテージで姿勢を制御していますよっていうのが言われていると。でじゃあ,あ実際に、えー、リハビリやるときに患者さんにリハビリやるときにどうすればいいのかっていうところではまずやっぱり姿勢観察っていうところではすごく使えるのかなと僕は思っています。で姿勢制御 なので、まあ、立位姿勢をまずは観察しましょうと。で、えー、とできるだけ解除がない状態で、まっすぐ立ってくださいというふうに、例えばこちらがお願いしたとしたら、患者さんがまっすぐ立つというのが、どういう姿勢なのか。この患者さんにまっすぐ立ってみて,て,ていただいていいですかって聞いたときに、患者さんがまっすぐ立つ。患者さんが思うまっすぐを立ったときに、 どういうういい姿勢になってるのかっててるるののかを観察すすわけですよねその時に膝はどうなってるとか足はどうなってるとか体幹はどうなってるとかっていうのを見てみるとあれなんかまっすぐじゃないなぁとかっていう違和感もちゃんと覚えておいて今まっすぐになってますかって聞いてああまっすぐって患者さんが言ったその姿勢は本当にまっすぐなのかとかっていうところをまあいろいろ観察していくっていうのがまず大事になってきますよね、は。い でえー、とーまあそこからじゃあ例えばですけどまっすぐ立っていられなかった曲がっている姿勢でまっすぐって言ってる患者さんがいたとしたら今度はちょっと難易度を下げて前に姿勢の鏡をこうでっかいね姿勢鏡ってよくリハビリの室にはよくあるじゃないですか。そその姿勢鏡鏡をを持ってきて、それを鏡を見て、き見今、 ご自身の体どうですかまっすぐですか曲がってますかっていうのをいあの見てもらうと。でもし曲がっていると思ったらまっすぐに直してみてくださいと。視覚対象で利水姿勢を修正できるかどうかっていうのをまずまあ見てみるというのも一つの評価になりますよね。まあそういった評価ですとかあとはあの足のポジションとかをちょっと見てみてアライメントをこちらがちょっと整えた状態だと。 体はどういうい反応をするのか結構多いのが膝をしっかりと伸,び伸,び伸ばしていない立位姿勢をとっている人がいて膝をこう都市的に僕らが伸ばして補助すると今度は体幹がこうちょっと曲がってくるとかっていう特徴的な姿勢を示す場合がありますと、まあ、そういうところも見てみるアライメントってところですねあとはこの立位から例えば何か、まあ、FBS とかでもありますけどバランスの検査でもありますけど 床のものを取ってもらうとか何かあの前にリーチしてもらうっていう時にどういう反応を示すかっていうところを見てみると、うん、でこういうところからもこの姿勢制御っていうのはいろいろとその評価になるんですよね情報があるわけですね視覚大象がうまい人なのか下手な人なのかそもそも視覚に頼っているのか頼っていないのかっていうのも分かるし体勢感覚情報とか前提感覚情報はどうなっているのか。 っていうのも分かると。例えば立位姿勢の状態で左右にこう均等にこちらが外的にこう揺らしていくとだん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 の姿勢がまっすぐになってくる人っているんですよね。そういう方って結構体勢感覚とか前提感覚を強調してあげると特に前提感覚ですかね頭位の変換この動きっていうのが前提感覚になってくると思うのでそこを強調してあげるとまっすぐ立てるようになったりするっていう人もいるので、まあ、そういった加えてみる評価 足しててててみみるる評評価、価引いてみる評価っていいいいいっっうのをやっていくといいと思います。あとは歩行ですね歩行観察、まあ、これもやっぱり今皆さんやると思うんですけど歩行の中でもやっぱり特徴的なねものが出るといえば結構脳卒中肩麻痺の方なんかは視覚代償してしまう人がかなり多いですよね足元を見て歩く人が多いとで足元を見て歩けばちゃんと足が出せる人とそうではない人もいますよね 足元を見がちな人の中でも足元を見れば足がしっかり出せる人と足元を見てもちゃんと出せない人がいるとそういった違いもあったりとかあと足のつく位置が結構バラバラになってしまったりとかねあとは床反力情報をどう体が処理しているのかっていうところも歩行観察の中ではしっかり観察していくとその中でこの視覚前提感覚体制感覚 どこがどうなってるのかっていうのを予測立てていくとじゃあ例えば歩行の中で視覚代償を優位に使ってしまっている人であればやっぱり体勢感覚情報と前提感覚情報をより強調すると歩きが良くなるパターンが結構あったりするのであえて超過失速でしっかりと後方解除から律動的な歩行をやることで前提感覚をしっかり促す速さと 加速度情報を体に入力することで歩行が安定するっていうこともありますしえと例えば立位姿勢ねあの体勢感覚情報を増やすという意味では裸足で立ってもらってえ足踏みをしてもらうと体勢感覚情報が増やすとなんとなくまっすぐが分かってくるっていう人もいますしそういった感覚情報をどこを強調するかとかどこが足りてないのかどこに頼りすぎているのか で頼ってもそこで代償できてるのかどうかできていないのかどうかっていうところをこまめにチェックしていくことでこの姿勢制御っていうのを治療に取り入れていくことができると僕は、えー、考えています。というわけで今日はですね僕の臨床の話をさせていただきました。臨床の中でちょやっているちょっとした工夫の話なので全ての人にあつ当てはまるというわけではないんですが、まあ、そういった視点も持ってやってみると結構いいかなと思っております。では、えー、最後まで聞いていただきありがとうございました。失礼いたします。